こちらが今日の材料です。うどん1人分、ベーコン2枚、青ネギ2本、人参4分の1本、玉ねぎ4分の1個、小さなキャベツ4分の1玉、にんにく2かけ、ごま油大さじ1杯、醤油も大さじ1杯、バター大さじ1から2杯。私のように乾麺を使う場合は、深めの容器にお水を入れて、表示時間レンジにかけます。その間にニンニクをスライス、玉ねぎもスライスします。キャベツは食べやすい大きさに切ります。青ネギも小さめに切っておきましょう。人参は火が通りやすいように小さく、ベーコンも一口大にカットします。フライパンにごま油大さじ1杯を熱して、にんにくを入れます。人参、玉ねぎ、青ネギ、火の通りにくいものから順番に炒めます。ベーコン、キャベツ、茹で上がったらうどんはお湯を切って、温かいうちにバターを混ぜます。混ざったら具材と合わせて、醤油大さじ1杯、水分を飛ばせば完成です。食べ応えバッチリです。ニンニクとバターの香りがたまらない。あっという間に食べ終わってしまいました。美味しかったです。ごちそうさまでした。